えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねジャズリスナーもミュージシャンも楽しめる楽曲解説ということでですね、えー、マイルス・デビスの「マイルストーンズ」に入ってる1曲目の「ドクター・ジキル」という曲をやっていきます。これ「ドクター・ジャッキル」って書いてるところもあるんですけどどっちが正しいのかいろいろ調べてみたんですけどよくわからないです僕はでもこれドジキル博士とハイド氏のジキルだと思ってるんですけどこの当時ねマイルスとか、えー、フランケンシュタインとかあのー ドラキュラとかそういったものオカルトみたいなものが結構ジャズミュージシャンの中でニューヨークで流行ってたっていう話だったんで、まあ、この辺の本なんかも絶対読んでるんではないかなということで「ドクタージキル」という曲ですね。 でこの曲は普通のブルースで大体このアルバムっていうのですねこのすごい名盤中の名盤でですねこれなんか録音がいろいろバラバラなんですけど、えー、ドクター・ジキルも、えー、シッド・ザ・ヘッドもトゥー・ベース・ヒットもこれもブルースっていう進行の曲なんですでストレート・ノー・チェイさんもブルースなんですよねマイルストーンズっていう曲とビリー・ボーイだけがえー 優位2つえこれだけがブルースじゃなくてしかもビリーボーイに関してはこうマイルスが吹いてないというピアノトリオ自分のアルバムの中に自分が入ってない曲が入れるっていうのがもうこの人の音楽センスの凄さだと思うんですよねあのー、うちの子供がですねこれ車で僕聞いてた時にですねうちの子供が3歳か4歳ぐらいの時にですねこのマイルストーンズをすごく一緒に歌ってたたったったった たーっていうこうシンコペーションも合わせて歌っててですねすげえなと思ってたんですけどお父さんどうしてそのこの次の「ビリーボーイ」で聴きながら「この曲はどうしてお歌がないの?」っていう話をしたんですね。要は それまでは全部トランペットとか管楽器が吹いてるんだけどこれは管楽器の音がないからお歌がないんだっていうふうになんかすごい感性だなと思いながら全然音楽やっていただけずに今バスケ少年やってますがまあそんなことはどうでもいいんですがえそういうお話ですねだから全部ブルースマイルスはえーとビチェズブルーやった時ももうそのエレクトリックのすごいこうもう ドシャドシャドシャって音楽やってる時も「何やってるの?」って言われたら「俺はずっとブルースをやってるだけだ」だからブルースをずっと歌い続けてるだけなんだよっていうやり方が変わってるだけっていう話をしてるのでまさにこれなんかもうブルースだらけブルース三枚アルバムだと思うんですけどただその中でもこうテンポが速いテンポだったりゆっくりだったりこの「シッドス・アヘッド」とかこれほ,ほぼほぼウォーキンじゃないかなっていうぐらいのメロディーがですねウォーキンのメロディーほぼほぼ一緒なんですけど。 これもブルースですね。トゥーベースヒットはちょっと変則のブルースになるんですね。メロディーはブルースのフォームじゃないんですけど、アドリブはブルースなんですね。で、ストレートのチェさなんかもう普通の,あの文句の、セレニアス文句の曲でブルースになってるわけですね。というわけで、まあ、ブルースやってるんだけどバラエティにもあふれてて、ましてや自分の入ってない曲が入ってたりとか、これはモードの曲が入ってたりとかですね。なんかすごくこう、聴きやすいアルバムなんですね。ものすごい内容も濃くて。 でこのただのブルルース構成じゃなくてマイすすごいんですねだからこの辺こう、まあ、ラフっていうかまあ前にも話したヘッドアレンジっていうやつですけど多分口頭で、まあ、頭の中でそのアレンジしたものを作っていくっていう話なんですがこここうしてこうしてこうしてこれ繰り返しだけどここの何回目はこうして何回目はこうしてみたいな頭で覚えきれる範囲での内容をやってるんですがこれのすごい面白いところですね。ブルースって、まあ 結構このテンポワンツースリーフォーワンツースリーフォーのぐらいのテンポなんですごく速いテンポなんですね速いテンポなんでテーマっていうのを2回やって2回アウトしますだから2回テーマで入ってアドリブをガーって回したら2回で抜けるっていうことでツーインツーアウトという言い方をします僕らはねだからツーインツーアウトねって言ったらブルースの曲をメロディーを2回演奏みんなで演奏したらあとはアドリブを回して最後合図があったらまた2回演奏するってことですねツーインツーアウトツーインワンアウトとかワンインツーアウトとかワンインワンアウトっていう言い方をしたりします で、でマイルスは11回アドリブすするんですね。まあこう数えたわけですよ私はね11回数えたんですけどそうするとね5回はミスって書いてあるんですけどこのマイルスはですねこのここの部分でタバラバラッタッタッタタ,ーータッタタタラっていうフレーズを吹くんですねでこのフレーズをなんか仕掛けてるっていうかでこれなんでこれ書いたっていうかブルースってこう3段になってて要はここまでの B の真ん中のところでここで 他人と交代するっていう普通だったらこうブルースっていうのはコーラスの頭ずつで1コラス2コラス3コラスやったら頭で交代するものをこれをこの,この今の別に止まるっていう合図をするわけじゃないけどこのメロディーが来たらここで交代だぞっていうなんかこうまあこういうのリックって言ってこう決め技なんですけどこういうのを覚えておくことによってあのバンドがこの。 自動的に反応すするってことこなんですねで。普通だったらこう決めとかもこういうところに決め合って次の人ってやるんですけどこの曲のど真ん中で普通だったらまあ普通だったら8小節4小節とかに分けたりとかするんですけどこれを6小節で分けるっていうのはすごくこう音楽の中で歌えて4の倍数で動くんで6で。 こう交代するっていうのはすごく違和感があるけど、でもすごく面白いっていう感じなんですね。このフレーズがあるから当たり前のようにあるんで,でこのたーたっただったらって決めがあったら基本的にここブレイクしたりするんですね。で、次の人に入れ替わったりするんですけど、これはここの場所じゃなきゃ鍋なんですね。この場所で来たらここは止まるんじゃないかっていう。そういうリックなんですが、これで5回目にこれをマイルスがやってるんですけど、たーたっただっただってやったらピアノとドラムとベースが。 え、どうするんだっけっていうような感じの空気になってるんですよ。で、マイルさん、何、何気なく、もう、何事もなかったように、六、六個ラス目、七個ラス目。って吹いていくわけですが、八個ラス目にやると、たー、当たった,た、だったら、ってやったら。一応、ドラマキャッチするんですけど、うんーと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とみたいなドラマここまで、シンバルレーガーとしてて。で、ここから、慌てて、ドラムソロいく、みたいな感じなんですね。で。え、九十、十一の三回は、普通に、ちゃんと。 えとそこの間は「タッタッタタ」タはなくてそのキメがあると、えー、前ここまでアドリブしてドラムがここアドリブここまでアドリブしてドラムアドリブっていうのが3コーラス続きます。つまりなんかこのこの「タッタッタッタタタ」の6小節からターニングポイントでこういう8小節4小節のアドリブをするみたいなそういうなんかこう。 別に特に譜面に特面書いててるわけじゃななくて決め技なんだと思うんですだから多分このワンドでだいぶツアー回っててあれあれじゃん前にやったあれじゃんみたいな感じで前ですからこうソロしててこういうふうに決めてるんですねところがみんながついてこれなかったみたいなでこれを OK テイクにするとこもすごいと思うんですけど非常にこう生々しいジャズだと思うんですねで、えー、その後テナーサックスとアルトのバトルがあるんですけどこの間の「 12コーラス、要は6回ずつアドリブをしてこうバトルってって交互にやるんですね。で、えー、この時のもう、えー、やり方っていうのはもうこうマイルスがやってでサックスが2人いるからだーッてアドリブしていくっていう,こう,こうバトルしていく感じですね。でこの10コーラス目と11コーラス目のところのバックリフっていうのがピアノとドラマが決めてるんですが「チャッうんうっちゃーチャッうんチャッチャーチャッ」ちゃ ううっっちゃーっていうのがこれは2小節でしょ。だからこれが123456回入ってワンコーラスっていうのをこれを2コーラスやってますそうするとこれが入ることによってまた抜けたあとがこう何て言うんですか、あのー、スカスカな感じ要はこう普通にブルースやってるんだけどこれが入ることによってちょっと1段があった感じになってでまた最後ワンコーラスやったら次ベースソロにいきます。そしたらトランペットがまたアドリブじゃないけど「ダバラバラー、ラバ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 ラ」っていうのをピアノに歌わせたりとかしてでこう 遊んでるんででるすけど、そしたらまた同じく「タバラバラタッタチャータッタタッタラ」っていうところはもう完全にドラマキャッチして「タたッタタッタダ」ドラムがここ6小節やるで2.5って書いてあるんでその後通2コーラス分要はちゃんと24小節だから24小節で30小節ドラムソロして頭に戻ってるんですね。ぴったりななんんですけど、こんなの普通 日本でででやったっったてまずよっぽどじゃなないいとこキャッチできないですねだからやっぱりバンドでこうツアーを待っていくことによってすごくバンドが温まっていてこう熟した感じでだからこう失敗もすごくこう音楽の中の一個みたいな感じになってるんだと思うんですけど非常に面白い、えー、アレンジも面白いし考え方も面白いというか、ね、これを完成度が低いかっ,ったらもう明らかにみんながこうどうするって声が聞こえてくる感じがこれを ミスと取るのかこれはこの音楽の中の一部だからこれは芸術として残しておくのかっていうところのこう許容量の大きさがマイルスの大きさだと思うんですね。えー、今の 若手のミュージシャンとかもうみんなそうですけどこうプロツールスっていうのがあるので失敗したとこだけ1音だけ取り直しとかでも全然できるんですけどそういうの全然してないミストーンとかもそのままそのまま放置みたいな感じですねあのー、マンケルとか昔こうテープをこうペタペタペタって貼ってですねだからカットしたりとかしてるらしいんですけどまあにしても非常に、えー、こういうヘッドアレンジのすごい えー、音楽だと思います。なのでえー、と、前回に引き続きですねブルースのバックコーラスは2つ出てきましたね「タッツッチャンジャんジャンジャン」これ聴いてみてくださいここのねあの、テナーサックスとアルトサックスのバトルをしてるところの裏側にピアノが聴きますからこれをドラムが仕掛けたりピアノが仕掛けたりするとこれを覚えておけばこれあの、音がすごいシンプルなのでものすごくこう何て言うんですかね簡単にできるので速くてもねテンポすごい速い曲なんで。で、これなんかは、えー まあこれピアノで「タバラララタッタンチャ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 ッ」って決まるとここからドラムソロなのみたいなねそういうのを覚えておくと非常にこう何ていうんですかね音楽的にブルースで誰かが決めるんじゃないかっていう選択肢が増えると面白くなるということなんですね。聴いてるだけで上手くなるし、えー、リスナーの方もそういうこう慌てた感じとか空気とか言われてみればわかると思うのでぜひこの下に貼ってるリンクでえマイルストーンズの「ドクタージキル」を聴いてみてください。 えー、本日は以上になります最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。